皆さんこんにちは、マックスメイト、ハロミット、フェスト、坂田です。イエーイ。 iPhone Pro 16、 iPhone Pro 16 iPhone 16 Pro Max 開封動画。よー、これかー、きた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 。オーナーの今日は坂田さん、はい、お願いいたします。お越しいただきました。9月20日、20日のそうですね、昼ですね、当日でございます。発売ですね、はい。もう早速よろしゅうございますか。開けちゃってください。開けちゃってください。いいよ。いや、いいね、いいね。上と下でね、引くんですよね。あ、こっちもあるんだ。そうです。上下引いて出てくる。そうか。懐かしい。おー。おー。パパー。やっぱ。シルバーを選択されたんですね。はい、シルバー、ナチュラルなんとかっていうのがあります、ね、真ん中行く？素晴らしい。すごい。てか、はい、なんか、はい、でっかくね。でっかく感じますね、何か。ファーストタッチ、坂田さん行ってください。そうなんかでかくね。かっけー。わーい。ちょいちょい、ちょい、めくっちゃいます。わーい。おー。なんか、ベゼルの幅が。ベゼルの幅。ベゼルの幅はね、電源入れんとわからんよね。電源入れてみましょう。うんうんうん、電源どれだ、これか。そうですね。で、これがあのアクションボタン。そっちに。これがカメラボタンなの？あれですね。あ、起動したりとか、ズームしたりとかっていう、あのこれがあれです。その機能が入ってるボタンです。で、こっち側にアクションボタン、これアクションボタンです、ね。あ、それがアクションボタン。アクションボタンだったんですね。いろいろ機能割り振れるやつ。14からなんで初めてですね、これ。え、あれはマナーモードのあれ？マナーモードもないですね。ない。マナーモードがまさかなくなった。押すボタンに変わってる。あ、押すだ。マナーモード。起動した。俺も14なんだよ。お、すげえ。まあ、ここから先は多分データの移行みたいな話になると思うので、ね、まあ、ファーストインプレッション的にはすげーよー。ちょっと並べてみますか。これ15プラスですけど、村井さんの方相当でかいですもんね。でかいっすよ。私の14のプロマックス。あ、14プロ、プロマックス、プロマックス。ちょっと真ん中に置く。マックス、え、プロとこれ一緒ですもんね。 6.7 インチ、6.7 インチですね。6.7インチですね。へえ、ちょっと大きいのかな。まあ、2ミリでかいはずです。ちょっと大きいですね。物理的には2ミリでかくて、画面で言うと 0.2 インチでかい。0.2 インチ。0.2 インチでかい。6.7、6.7、6.9。で、ベゼルが薄くなったって言われてますね。ベゼルってのはこの横丁の黒いとこですか？そうです、そうです。この画面のあの縁というか、端っこというか。へぇ。サイズで言うと、これ手元にあるやつですけど、11 Pro。それ11 Pro？ これ11 Pro。でこれ多分4か5、うん、でこれ 3G。 3G いいな。すげえ。 3G。 これの14プロも入れてください。14プロ、あ、入れて入れて。人類の進化みたいになってる。アクティベート中ですけど、はい、す、気になる一つありました。 iPhone たちがくっついていくと、もうどん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 あの反応しちゃう、反応しちゃう。エアドロとか連絡帳の共有とかそういうやつです。勝手に反応するな。なんか気になることなんですか？あのね、はい、角がね、優しいんですよ。あ、触ってみてください。優しい。よろしい。マックス、はい、ありがとうございます。角が優しい。角を触るとね、はい、丸っこい。そう。角がなんか滑らかな。そういうのでね、この、ちょっと鋭角を感じる。そうですね、そうですね。引っかかりというか、はい、角を感じますね、ちゃんとね。角っこ。丸いっすね。ちょっと丸い。優しい。ラウンドエッジみたいな、なんか、今日、なんかこう、これ素直なガラスなんですかね。顔や。端の方丸っこくなってるんですかね。変態みたいな。いやいや、寄せなくていいのよ、変態に。いいからやんなくていいのよ。何を見ようとしてるの。穴から何かやめなさい。俺も丸っこい。確かに丸っこい、うん、丸っこい気がする。見た目からもう丸っこい。それでいて、ちょっと一回これ画面と画面くっつけるんですか。15プラスと横幅はもう一ほぼ一緒ですね、体感でいうと。16プロマックス、やっぱ上がその2ミリ分でかい。本当だ、ちょっとでかいですね。本当だ、ちょっとでかい。でかつあの画面でいうと 0.2 インチということですげえでかそうっすね。
普段使いしててなんか画面でっかく感じる可能性全然ありますね。最初はいいな、誰もやらないからまずやらなきゃ、まず、うん、高橋さんや、高橋くんでしょ、ベスさん。あ、匂い、あ、これこれだよ、で高橋さんやるから。デザインバイカリフォルニアの匂いだとか言うんですけど、あの絶対中国です言うな、そういうこと。でもね、インドとかもあるし、インドとか私も、じゃあインドです。あ、ほら、インドです。この匂いだよ、インドです。マルさん、この匂い、じゃあ、カリフォルニア、この匂い、あー、インド。え、わかるか、わかるわけないだろ。あ、ちょっとスパイシー。これはインド、これはインドだわ。これインドですか。ん、これがインド、これもインドだよ。いや、これよりこっちの方がインドだよ。パキスタン、もしくは、もしくは中国。いや、これをやんないとアップバンクの開封動画じゃないから。高橋くんだけやろ。いや、懐かしいんだよ。完成しました。あ、しました、はい、おお。ちょっと体感よろしい、はい、あ、ほんと丸っこい、ちょっと縁、縁丸いわ、うん、あ、いいな、このでかさ、いいわ。あ、ハラミンさん、はい、初めてプロの、はい、マックスの、はい、プラスの世界に、はい、欲しい、めっちゃ欲しい。画面がでかいっすね、画面でかあ、でかいわ。これ手に持ったら分かるんですけど、あの、でかいね、でかい、 0.2 インチはでかいね。そうですね、6.9 インチ。もう次は7インチだ、17から7やろ。え、なんないですかね、7やろ。もういい、もうええでしょ、もうええ。俺なってほしいの、7インチに。それ以上でかくなるんだったらもうミニでええやろ。嘘、俺それで17買うんだ。あ、カメラ、あ、木ですか、どういうことだこれ。カメラなんないです、4000何。あ、ここがシャッターになる。あ、そういうこと。それ前からじゃない。え、そうなんですか。なんちゃら漫画素になったんですよね、4800漫画素。広角でも4800漫画素。広角でも画素が下がんないのか。でしたよね、なんか。超広角でも4800漫画素。へー、すげー。よし。設定をしなきゃいけない。これ押したら、これを押すとカメラ起動します。おー、便利。そこにボタンがあるんですか。これっすね。あ、そこにボタンがあるんだ。で、これでこれっす。あ、ほんとだ、すげえ。あ、すごい。だからこの iPhone をこの状態とかで、この状態でポッケからこうやって出して、うん、これ押すとカメラ起動を、うん、で、パシャ、うん、で、これをこう、待って、反応的にはどうなんだろう。割と押すと写真を撮れる状態ですけど、ちょっと強めに押すとこれですね。へー、強めに押す、撫でるだけじゃないですね。強め、なのでどっちかっていうとこのズームとかは長押しに感覚は近いですね。押してはないですか。押し込むイメージ。ー、押し込んであとはもうずっとスッスッスッって感じ。へー、本当だ。なんか最初ちょっと気持ち押し込まないとそのズーム使わない、使えないですね。起動しないですね。一眼と操作感似てきましたね。一眼はどちらかといったらもう人差し指、小指でダイヤルを触ったりするので、確かに確かに、カメラっぽくなりました、ね、カメラ、よりカメラっぽくなって、カメラ好きな方にとってはいいかもしれないですね。すごい。私はこの動画を今日撮るよにあたって、もう iPhone6 の開封動画を見てきたんですよ。はいはいはい、はい、アップバンクの、はいはいはい、だってそれこそ10作前ってことですかね。これが16だから、あの動画で、ね、違う、 iPhone は9を飛ばしてるので9作前です。9作前です。なんで9飛ばしてるの。8の次に10になってます。なんでなんで当時のアプリに聞け。確か9ないな。 iPhone10 周年とかなのかな、知らんけど。なんか多分10周年じゃないかな。ナンバリングで9がないんですよ。ああ、それこそなんか都市伝説的なやつあった気がするな。iPhone9 がない理由、うん、まあ覚えてないけど。いや、だからその iPhone6 の開封の動画で、あれ高橋チャンネルだと、
やってんですよ。村マックス村チャンネルじゃないんですよ。はいはいはい。でも急にリオナリさんが呼ばれて、リオナリリオナリとかっつって村井さんが呼んで、はいはいみたいな、もうリオナリさん出てきた、カリビロの状態で、あとフェスタとか後ろ通ってまして、あっちの小滝橋通りの、はい、事務所だった。もう本当初期職場ね。そう、まだ名宝じゃなかった。新宿来たばっかりで、その前か。めちゃくちゃ懐かしかった。その時に何してた？我々はこの開封の時。開封の時、まず高橋さんが一人でなんかこねくり回して、こねくり回して開けて、で村井さんとなんかもう取ってやってた。でマミルトンさん後ろにいてみたいな。うーん。俺見てたわ。なんかそれ以上に何かしてた？そんなすることもないか。そんなすることもない。後ろに、まあ、後ろに宮下さん寄ってきてたけど、みんな普通に無視してたし話しかけることもなくいつものアップバンクあれがアップバンクだったんですよね。あね、でフェスさんとリオネさんがニコニコしながら去ってくまあちょっと雑ぐらいかな。そう、なんかこの傾きを見ても、はい、そもそも無印とプロでやっぱレンズが3つあるないだと思いますけど、はい、出っ張り違うんですね、うん、出っ張りプラスの方が傾き、カメラじゃ絶対分かんないと思うんですけど、傾き浅いっすよね。浅いですな、横にしたら分かんない。無印がもうレンズの厚みですかね。レンズの厚み、ね、ああなるほどね。全然なんか違うね。そのレンズが1個追加されてるだけですよではない、ちょっとレンズのごつさがありますね。うん、レンズごつ。これが16プロマックスで、これ坂田さんの14プロマックス。14ですね。手前さんの15プラス。はい、15プラス。確か14と16は光学はあまり変わ、光学のレンズの性能はあまり変わらない。この辺はあまり変化がないかもしれない。はあ。ちなみにこれ割れてるんですけど、このテープとかで補強してくれたのは坂田さんです。あ、しましたね。レンズで割るんですか。いや多分人生でほぼ初めて割りました。早々に割りましたね。はい、あ、本当割れてる。もったいね。買って1ヶ月ぐらいで割りました。佐藤さん、今回決め手は15を1回飛ばしてこう2年越し。でかいってことと、うん、あとは次14であのライトニングだったので、うん、タイプ C にそろそろしたいっていう、もう我慢の限界なんで。我慢の限界来た、佐藤さんのとうとう。まあ、プロマックス選んだっていう理由はやっぱりバッテリーが絶対強いので。あ、そうなんですか。バッテリー強いんですか。バッテリーは長時間持ちますね。14でも相当持つじゃないですか。14でも結構持ちますね。だから16に切り替えたとしても、うん、あの小さい iPhone には戻れなくなりました。やっぱり夕方充電器を探す過去をやっぱ経験してたので、うん、それから解放された人にはやっぱり戻れないですね、うん。ちなみに15から16でバッテリーの持ちがプラス2時間。そんなに。なので14から15、ちょっと私14買ってないんで分かんないんですけど、多分14から15も結構変わってるはず。15からでも2時間。めっちゃ持つじゃないですか。じゃあめっちゃ持ちますよ同じこと言ったらそのままめっちゃ持ちます。いい、朝充電しておけば夕方になっても充電するってことあんまりないですね。本当長回しの動画でも回しとかない限り。ちなみに私は iPhone15 プラスですら充電夜家帰ってからですよ。しないですよ充電。マジですか。うん、しない。しかも充電スピード早いんですよね。早い気がする。すごい早い気がする。そんな重く感じないの。持ち比べてみんしゃい。え、俺の14プロの方が重いんだけど。バンカーリング分ですか。設置面積の差じゃないですか。え、何ですか。ちなみに iPhone 14 Pro Max より16の方が軽いんです。軽いですよね、はい、あ、そうなんだ。ちょっと軽くなった。ちょっと軽いですよ、スペック的にも、はい、軽い軽い。じゃあ軽いんだ。軽いんだよ、14の方が重いって。14プロですか。あ、そう、14 14プロマックスね。プロマックスでしょ。結構重たいですよ。これ重い。まあ、うん、16の方がいいわ。16の軽い。これが無印のプラスです。明るい。じゃあ 20g ぐらい差あるはず。こっちの明るいわ、まあ、無印とプロマ。レンズもね、あれだしね。いや、いい、いいっす。欲しい。ただ俺は来年まで待つ。噂を信じて。これで来年まで待つとか言っといて、来週ぐらいに買ってるのがアップバンクだ
そうです、ね、そう、それがそんなね、はい、そんな気軽に買える金額じゃねえよ。ないんだけども、ただそうね、iPhone6 の動画で6プラス高橋さん一番でかいの買ってた時に9万9000円って言ってた。10万切っとるんや。そうで村井さんが10万高いやんって言ってた。で俺は10万切ってんじゃんって逆の気持ちで見てたから、今日どんどん上がってますよね。値上がりやばい、うん、インフレがやばい、ね、やばいやばいやばい。下取りをアップルで出すと多分10万円ぐらいに、はい、ちょっと正確に分かんなかった、はい、古い方を10万円ぐらいで買い取ってもらう予定で。じゃあ下取り出すと実質どれぐらいになるんですか。実質だと差額、まあもう10万10万ぐらいかぐらいですね。あー、たけら、すげえ。プロマックスはあれですね、はい、リセールバリューというやつですね。そうですね、欲しいな。わかんない、これ買うんでしょ、迷ってちなみに最近の iPhone はケーブルが、うん、多分これ断線しづらいケーブルになってると思うんですけど、うん、タイプ C、 本当だ、最近の Mac のケーブルみたいな、ね、そう、うん、これ15、今の私これを買った時のケーブルですけど、うん、ちょっと前からねこういうケーブルになってますね、材質は。本当だ、昔のなんかラバーラバーしてね、紐っぽい、そう、多分すごく硬い。昔ラバーでしたよね、昔はね。俺の14プロラバーでしょ、これ。いわゆる昔のね、アップルのついてくるやつ、純正、何も入ってないですね、ケーブルだけなんですね。なんか昔説明書すらも入ってない。説明書入ってましたよね。へえ、昔のアップルマークのシールが入ってた。入ってた。毎回あ、それも入ってないんじゃない？ない。なんもない。アップルマークのあれ欲しいだろう。え、てか説明書入ってないの？入ってますね。SIM を出すためのピンが入ってるので。マジで？はい。極力もう。何も入ってない、ね。サイト見ろってことです。あ、でも嘘やろ。使ったことはなかったですけど、ないんですね。確かに。まあそれで言うと裏に書いてあるもんね。ユーザーガイド iPhone についてはこちらをスキャンしてくださいっつって、QR コードあるからね、もうこれでよろしくってことやるね。すげえ。割り切りすぎじゃない ？SDGs。ここまで割り切れるのめっちゃすごくない？地球優しい。あ、これが。許されんよ普通だったら。あ、なんかアニメのセリフみたいだったら。許されんよ普通だったら。すげえわ。いやすごい。すごい。プロマックスおめでとうございます。ありがとうございます。これから使っていきたいと思います。はい。はい、そんなわけで本日は iPhone16 のプロマックスの開封動画をお届けいたしました。皆さん、ぜひとも買おうかどうか迷っている皆様、参考にされてください。ぜひ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画で。さよなら。